米大リーブワールドシリーズ第3戦ヤンキース、ドジャース、28日、米ニューヨーク州ニューヨークヤンキースタジアム、ヤンキースのアーロン・ジャッジ外野手が、第1打席で、ドジャースの先発ビューラーに空振り三振を喫し、ポストシーズン6試合連続三振となった。0対2で迎えた初回、ジャッジの第1打席は、フルカウントからの6球目。 見送ればボール球という外角低めのカットボールを振らされて空振り三振となった。主砲のバットがくるりと回った瞬間、本拠地がため息に包まれた。ドジャーズが初回に、左肩アダッキューで手追いの強行出場となった大谷が死球で出塁。一死後、フリーマンのツーランで先制に成功した。ヤンキースもその裏、先頭のトーレスが死球で出塁。 一、一塁でシーズン59本塁打のジャッジに打席が巡ったが、対照的な結果に終わった。ヤンキースは、反撃のチャンスを一し、明暗がくっきり分かれた。ジャッジは、公式戦59本塁打、打率3割2分2厘の活躍でチームを牽引したが、ポストシーズンはこの日まで40打数6安打2本塁打、打率1割5分と、まさかの不振に。 これでワールドシリーズは10打数1安打。深刻なのは、三振の増加。ガーディアンズとのアリーグ優勝決定戦第3戦から、6試合連続で計14三振を記録している。試合前のブーン監督は、不審のジャッジの打順を下げることを考えたかと問われ、これは、ワールドシリーズだ。ノー、彼は我々の男。どの打席でも重圧はかかるもの。彼は我々の手法であり、 彼はきっとやってくれると私は自信を持っていると全面の信頼を寄せていたが、0勝2敗で本拠に舞台を移し流れを変えたいヤンキース。世界一奪回への逆襲に主砲ジャッジの覚醒が不可欠だ。